はーいお疲れ様です元つですす今回のお話なんですけどめちゃめちゃリクエスト多かったんですけどね、えー、ポケモンカードの転売ヤーがあまりに民度悪すぎるっていうことでめちゃめちゃ話題になってるんですけどあるパックが発売されるよって4月14日に発売されるよってなって、まあ、そこに詰め寄せた転売ヤーたちがあまりにもひどかったっていうことなんですけどまず量が異常にいたんですよね、えー、めちゃめちゃ来てるっていうことで Twitter ではポケカ戦争っていう ワードがトレンド入りするほどだったんですよ。相当やばいことになってたらしくて、点バイヤーの争いが。で、まあ、最終的に警察沙汰とかにもなってるんで、まあ、その件についてね、今回ちょっと見ていこうかなと思います。あんまりにもひどい様子がね、何個かあったんで、元、え、道、ー、のチャンネルでは時事ニュースけのことを荒らしていきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、警察も来るほどやばいことになった点バイヤーの争いなんですけど、こちらですね。えー、帰りに新宿ののヨドバシカメラの前を通っ

長蛇の列何かと思ったらポケモンカードが発売らしい知らんけどっていうことで、まあ、これがね4月13日の午後11時半にツイートされた内容なんですけど前日からめちゃめちゃ並んでるよって話らしいんですよここに書いてる通りスノーハザードクレイバーストっていうパックなんですけど2種類あってお一人様各商品2ボックスまでですって言ってこんな感じでカモが立ってて前日の営業終了後から並んでるらしいんですよね 一体どんなパックなのって話なんですけどこちらなんですよね、えー、ポケモンのページでいうホームページでいうとこんな感じなんですけど2種類あってなんでこれを転売はこんなにいっぱい買いに来てんだっていうことなんですけどこのパックにはですね人気のキャラのカードが入ってるらしくてそんでもって今朝並んでたのはなんじゃもっていうやつらしいのだがメルカリに高額転売出てるらしくっていうそのパックの中のねなんじゃもっていうキャラクター のカードがめちゃめちゃ人気があるらしいんですよねえだから転売はこぞってこれをね買いに来てたわけなんですよ、えー、こういう風に言われててもう1枚これ26万とか30万とかするんですよえー、って マジカード1枚そんなにするんですけど他にも天板に染まったこのなんじゃも SAR っていうことでこんなにいっぱいそのなんじゃもっていうカードが高く売られてる現状にあるんですよ、まあ、だからこそこれを狙って買ってやろうっていう転売ヤーがいっぱいいたのとあとはもうそもそもこのパ 高額転売してやろうってやつらがね、いっぱいいたんだと思うんですけど、まあ、実際にメルカリ見ると、もう2万円を越すようなね、1泊あたりだよ。あ、ちょ,っとちょっと待ってね。まず最初にこのパックの値段なんですけど、えーまあ、ここに書いてる通り、4月14日発売で、1泊あたり180円。で、ワ、え、ン、ー、ボックス30パック入りで5400円ぐらいかな、えー。それぐらいになるんですよ。だからワンボックス5400円ぐらい。が、えー、今、ワンボックスでこうやって2万円。 を超えるような額とかでも出品されてるんですよねメルカリでしかもそれが売れてるんですよ中には もちろん、これより安くも売ってたりするんですけど、だから4倍近い値段で転売される、そんな状況になるんですよ。まあ、なので、前日の夜から転売屋がめちゃめちゃ列を出してるということなんですよね。しかも、まあこれね、行儀よく並んでたらいいんですけど、いろいろと問題も起こしてるみたいなんですよ。それをね、いろんな人の意見見ながらちょっと見ていこうと思うんですけど、ツイッターでね、新宿、西口、ヨドバシ診断ポケモン整理券を勝ち取って、これから一夜を過ごす人たちの現状です。ということで、まあ、 その並ぶにもまた整理券をもらっとかないといけないとか、まあ、結構大変なんですよでもめちゃめちゃ並んでるとこんなにいっぱい並んでるんですよねすごいよねものすごい人いっぱいいるんですよこれ。 で他にもね、秘宝、新宿西口のヨドバシカメラ、ポケカ転売ヤ同士の乱闘が始まってしまうって、まあ、これちょっと動画じゃちょっと分かりづらいんですけど、あの音聞くとですね、もうがっつり、まあ、乱闘してるとき、声、もうどこを立ててね、おふざけんなよ、おめえみたいなことを言ってたりするんですよね。まあ、動画流さないですけど、乱闘とかまで起きてるんですよ。やばいっすよね。<laughs> で他にはね詳細「ヨドバシ新宿西にてポケカ待機列向けにキッチンカー出動わら」ってなんかねこれだけ並んでるからキッチンカーが来てご飯どうですかって売りに来る人まで出てくるんですよマジって。 どんだけ並んでんだろうってこれぞ需要と供給多少ぼった価格でも客来るやろうねって、まあ、確かにここから動けない人ばっかりだからここで稼いでやろうっていう新たな商売まで出てくるんですよねマジかよってまあ乱闘があったりだとか、まあ、そもそもこんだけ並んでたら他のところにろ 絶対迷惑どっかにはかかかにはるわけだから最終的こうなるんですよね。えー、明日のポケカの発売日、すでに中国人が列作ってる上に警察が退くように言ってるけど、全く静こうとしない。迷惑だからさっさと解散してくれって、警察が来ることにもなってるんですよね。まあそりゃあ、周り迷惑かかるもんね。で、他にも、秋葉のヨドバシ、明日のポケカを求めて、激込みで警察導入されて解散命令出されてたし、まあ、それぐらいにもなってるんですよね。一回解散しろって。で、聞こえる のは中国語いつもと違ってカードぶりはガチで臭かった今から並ぶのせっかちすぎるだろう転売やーっていうことでもうなんか中国人が多かったみたいなんですよねもう相当やばいこのなんか状況になってるらしいですヨドバシ前がで他にもねポケか怖いなヨドバシ京都警察出動してるってそうあの東京だけじゃなくて京都とかでも警察が出動する事態になってるんですよ他のところでも。 とか他にもこんな感じでニュースやっております笑って東京じゃなくて福岡大阪もらしいってもう全 国でこのポケ戦争が行われてるらしいですよねなんじゃもこうかわらってピカじゃないしそこまでしないこの中にテ売屋何人いるのかなーっていうことでものすごい全国的に話題になってるんですよねで他にも秋葉原のヨドバシついに警察出動っていうことでもう警察が出るところもやっぱ多いんですよまあこれはちょっと何か対策打たないといけないレベルですよねでしかもですよ元光が本当に許せなかったのはこういうとことかもあるんですよ新宿ヨドバシ このポケカ診断のために朝まで10時間耐久レースにキッズも並ばされてる感じのが地獄って感じっていうことで子供を一緒に連れてきてこれ一人お一人様2ボックスまでだからねっていうことだから子供とか連れてまでやってるんですよね。 もう本当に民度がひどいなっていうのがまあこれ本人たちがね子供が欲しいって言ってるんであっても普通親止めないといけないよね。いやだってさこれ青少年保護育成条例違反ですよっていうことで、まあ、特別な理由がない限りちっちゃい子そんな遅くまで外出してちゃダメでしょ。 普通にやばいことやってると思うんですけどで他にも、えー、知り合いからポケカの列写真送られてきたけど外国人っぽい人やホームレスっぽい人など明らかに転売屋に雇われて台で並んでいるポケモンカードに興味なさそうな人ばっからしい地獄やなっていうことで本当に欲しい人じゃないのがもう露骨らしいんですよねまあ、こうした転売屋の民度の悪さってまあ、なんとかしかいかないとマジで社会問題だと思いますけどねポケカとかまあ、落ち着いたのかなと思ってたんですけど またこういうことになってるということですね。まあポケモンカードが悪いってわけではないですけど、まあそれの売るためにね、まあいろいろ対策って今後いるんじゃないのかなって覚えますよね、こんなひどいことになってたら。で、まあちなみになんですけど、こういうふうに、えーまあ、予言というか予測してる人もいてですね、転売ヤさん喜んでボックス抱えてる場合ちゃいますせ、手放すなら今ですせって、ここ1年以内に出たスーパーレア、スーパーアートレアの PSA は軒並み5000枚は 超えませポケカの流れ一気に変わりませっていうことで、えー、ポケカ のあのホームページの方ではポケモンカード品薄への対応状況についてということでポケモンカードゲームの商品全般につきまして現在品薄となっておりますお買い求めいただけなかったお客様にはご不便をおかけし心よりお詫び申し上げますお客様のお手元へご希望の商品をお届けすることを最優先に考え生産体制の継続強化並びに不足商品の再生産と出荷を進めてまいりますということでやっぱこういうね えーまあ、今までもそうだったんですけど、転売屋対策として、再生産とかが、えー、絶対行われるわけなんですよ。そのうちすぐに、あの価値ってどんどん下がっていくんですよね、基本的には。まあ、だから、爆死してる転売屋とか、元光動画で何回もお話ししてきましたけど、そんなね、一時だけだと思うんで。 今回も中には爆死する転売ヤーも多くいるんじゃないのかなと思います。こちら、いいでさせていただきますね。ということで、今回、転売ヤーがものすごい騒ぎであって、トレンド入りまでしてしまうっていう、そんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元ミのチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。